カードはいい。よくないやつよ。ニューパリス。ずっと涙が出てくるの。怖くない？パリラファイアットに行って、僕が昨日買ったジャケットをミチが。スカート大丈夫かな？持ってきた方がいい。一応。あ、そうだね。一応。僕たちさ、完全お揃いのさ、アイテムってさ、めっちゃ久しぶりじゃない？バーバリーの帽子ぶり。いや、ロエベのパンツぶり。あー、ロエベのパンツぶり。全く同じわ。いつも色違いとか、形違いとかだけど。いっぱいあるっちゃあるよね。でも服は確かに少ない。そうなの、そうなの。じゃあ下で待ってるね。もうキャンドルはいいから、ほんとに。キャンドルはいいから。すげえ。みち、なんかジャパンジー？行こうよ。行こうよ。課金じゃないなんか。課金だね、あれは。課金だね、おじさんいるもん。あー、課金制度か。でも課金価値あるレベルじゃない？確かに。すごいよ、ギャーリーラファイアット。ここただの百貨店なんだけど。ね、みち、在庫あと1個なんでしょ？そう、私の手に。早く行けよ。私の手にどこ？無事、ジャケットを買いました。僕とお揃いの。インスタ見てね。私が楽しみにしてるレストランなんだ。うわ、これ結構日本から調べてって。え、そうなの？そうだよ、日本から調べて結構行きたかった。え、すごい、中が超可愛い。バンビっていうレストランなんで、タグ付けしておきますので皆さんも。本当にここは天井とかも全部可愛いんですよ。このお腹出てるの忘れちゃって、朝めっちゃ食べちゃったんですよ、珍しく。カツカレーを。パリ1個目のショーか、今日1個目はディオール行っていきたいと思います。めっちゃ服かわいい、僕たち超かわいい。前回雨だったから今日晴れてるの超嬉しい、ね、雨結構大変なんですよ。本当に濡れたくないして。行ってきまーす。分かんない。どう？分かんない。何これ、良くないやつだよね。ちょっと待ってて、そこ行ってみて。In Paris。 何なの？何なの？本当に。しかもね、これ締めようと思うと、これ冷たい金具鬼地獄でしょ。でも私もね、上半身レースとかこう見えて裸なの。もう降りる時寒すぎたんですけど、やっぱパパラッチとかいるんで、もうめっちゃ頑張って顔決めて歩いてた。もう本当はこうやって歩きたいんですけど、もうちゃんと余裕を持った表情で歩きました。そうなんです、素敵なドレス。素敵。もうショーも本当に素敵だった。なんか最初はなんかその結構シックな黒な感じだったんですけど、どん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 鮮やかになっていって、それは結構衝撃的でしたね。私は最後のなんかキラキラする服が3つあったんですよ、黒の。うん、それがすごく可愛かったということで、今だってストッカール。いやー、分かる分かる、理解してくれてありがとう。でもだからホテル戻って、これ何する？確かに中華でも食べに行く。なんかパリに超美味しい中華なんで、そこは後で紹介するね。本当に日本とか、あの僕の国、台北とかでも、これを超えるぐらい美味しい中華があるんですよ。で、まあ、行くと、もう日本人の、まあ、ファッションの PR の方とかいっぱいいるので、みんなお友達と一緒にご飯みたいな感じで、捨ててすみませんでした。まあ、どれしようか、するね。こんにちは。こんにちは、おはようございます。本日は明日のショー、ジバンシーのフィッティングに行ってきます。どんな衣装かちょっと楽しみなんですけど。ね、まだ着てないから。で、僕はジバンシーのショーをパリで行くのも初めてなので、うん、ちょっとすごいいろいろワクワクしています。行ってきます。可愛いお洋服いっぱい迷ってて、このスーツのセットとか、これが超可愛い、ジャケット。でも結構最近ベージュ着てないから、ベージュしてよっか。わかる、ベージュ覚えがないよ。ハーネスとかこういうの大好きなんですよ。ベージュのスーツか、これにしよう。ちょっとミチの服を見てみて。え、ギャルベルト可愛い。ギャルベルト、ちょっとミチの見に行こう。はい、結構僕決まってきた。僕いつもフィッティング早いんですよ。ミチが僕の5倍ぐらいかける。だって可愛いじゃん。こういうの。これとか超綺麗。ここじゃないっすか。どうしよう、ネイネイニップレス持ってきてないよ。買うしかないけど。切っちゃおうよ。何を？ネイネイの方。ネイネイよ。ひどい。
しれない。これじゃない？これ可愛い、確かに。なんで僕はこんな眠いかというと、ミチとマネージャーさんたちと全員バラバラの部屋なんですけど、なんか僕の部屋だけチェックインした時にいい香りがするんですよ、すごい。でなんか匂いでごまかされてる感じなんですよ。でどこかなと思ったら床にめっちゃその匂い、そういう柔軟剤っぽいいい香りが床からすごい出てて、でミチの部屋とかマネージャーさんの部屋とかそういう香りしないので、徹底的なのが僕の部屋だけカビだらけなんですよ。写真差し込もうかな。こちらです。なんかググったらやっぱカビが生えてる場所に悪霊はいるみたいなことも出てきたから、もうそれ見て号泣。怖くて泣いたんじゃなくて、なぜかもう真顔でずっと調べ物してたからずっと涙が出てくるの。一度寝てもうなされちゃったから今めっちゃ眠い。ヨシが言うにはなんか耳元でうっみたいな声で起きたらしいので、起きたけど覚えてなくて、それで飲み物を取りに行った時に、てか待って、すっごい悲しばりだったし部屋に人いたよねみたいなった時にドアをノックされたらしくて、めちゃめちゃに私にしたって聞いて、私はしてないから怖くない？でもさ、ヨシにも聞いたんだけどさ、なんで中にいるのにまた外出たのって言ったら、なんかその人たちにその理屈は通じないでしょって言われた。多分脅かしてただけだから。であの人たちって多分ドアとか通り抜けでしょ。え、じゃあだるいね。うん、普通にだるい。ノックしないで、はい、いいよ、開いてるから確かにノックだるくない？でしかも昨日ミチが一回助けてくるって言ったけど、僕眠すぎていいよって一回断ったの。うん、そうなの。もうそれやめた方がいい。でもそれも多分今考えたらおかしいよね。確かにそんな怖い体験をしてるのに。そうで、ミチがいや夜中、多分12時だったら夜中ってこれぐらいまだまだあるよって、うんうんうん、2、3時とかに怖いな思いしたくないでしょって言われて、まあそっか、まだ、あ、悪いけど行くかって思って行ったんですよ。でも今考えたら確かにあそこで寝るっていうアイディアは何だったんだろう。もう慣れました、僕毎回。もうね、ヨシは本当にいい意味でも悪い意味でも超人を引き寄せるの。そのヨシのこと好きな人も引き寄せるし、ヨシのこと嫉妬する人も引き寄せるし、だからヨシは卒アルとかもさらされてるしだから霊とかも寄せちゃうみたいな感じ。ちなみに私はあの卒アルもさらされてないし、好きってファンの子とかはいるけど、その執着的に好きとかもないし、ストーカーも会ったことないし、そんな人に執着されないタイプなの。良くも悪くも多分ヨシは人間としてすっごい魅力的なのと思う。え、行こう行こう行こう。やばい、記憶回収ツアー始まりました。僕とクラッセンと来た時に、え、まずここのカフェで、ここに座った、はい、座りました。カフェとかなんか雑貨も売ってるみたいな感じだった気がする、前は。これかわいい、ね、このパラソルはずっとあった。服もかわよさそう。セレクトショップなのかな。え、なにこれかわいい、キャンドル、かわいい。わあ、こういうの大好き、本当に。おお、いいね。なんか、テラって感じ。その奥ってミチのさ、作品だよね。ミチさ、こういうお皿いっぱい作ってきてたじゃん、小学校の時。ミチね、ヨシにね、あのうちらよくね、いらないものを交換し合う福袋をやってたんだけど、ヨシはね、お姉ちゃん思いだから結構いいものを入れてくれてたの。自分のシール手帳とか、そのサブのシール手帳とか、私が結構好きなものとか入れてくれたんだけど、私は重さをごまかすために自分の陶芸の靴を。本当にもこのまんま、マジで全く一緒、カラバリが違うだけで、マジでこれが入ってたの。違う、私は。しかも、ミチの売り文句が、よし、重いでしょ？重いものってことは？って言われたの。いいものなんだって思って買ったら、これがベージュだった。ミチお手製の。靴だった。ここ楽しい。ここはね、メルシーっていうお店です。でも、セレクトショップだよ。いや、そんな。ちょっと行きたくない？行ってみたいと思う。ちょっとグレーゾーンだよね。あ、見てこれ、なんか僕たち歓迎される。あ、てかここで僕たちが、うんうん、そうだね、そうだね、私たちがこれみんな行ってきます。もっとゴミ箱みたいな古着屋行きたい、めっちゃいっぱいみたいな。ちょっとなんか綺麗に並んでるよりもってことだよね。雑多な感じでなんか漁りたいよね。渡るぞ。で、僕たちずっと探してるセレクトショップがあって、そう、見つかんない。あれは結構いいじゃん。デッドストックとかなんか結構新品が多いよね、昔の。かわいい。あ、ちょっと大きい。ついたけど、かわいいよ、めっちゃ。すごい、ちょっと鏡見てみる。うん、かわいいかも。めっちゃかわいい、いくらなんだろう。はい。 How much is this one? This jacket?
299。おお、4万。うんうんうん、あり、めっちゃありだよ。え、でもさ、よしこういうのに乗っけられて着るかな。ちょっと大きくない？ちょっと大きいは大きい。よしあきくんはワオルックならずだったんですけど、私はサングラスをゲットしました。僕は結局ちょっとサイズが違ったんで買わなかったんですけど、みちは可愛いサングラスを。可愛い、結構夏とかいいかも。なんかよしに安いし買っちゃいなよって言われたんだけど、なぜか結構値段とか気にせず買う私がどうしようみたいな感じだったんだけどなぜかあの店でね、手が進まなかった。結構可愛いね外に出ちゃえばめっちゃ可愛い。外に出たらめっちゃ可愛いで、今日僕たちなんかすごい怖いよね。怖いよね。なんかさ、それで知り合いに、お揃いで可愛いって言われて気づいてすごい気まずい、外でお揃いしてるなって今日私たちのお気に入りの、ね、私ね、このシリーズが大好きで、これの黄色いお皿を買ったことあるんですよ。でもこれソニプラにも置いてありました。可愛くない？全部可愛い。うちらさ、やっぱこの1年以内に3回も来てるわけそりゃそんな変わんないよねって感じだよね、結構、うん、以前買うか迷ったものが全部あるはい、ということで今日は僕たちの最後のパリのショーのジバンシュに行っていきたいと思います。で、僕は全身真っ白で、みちが全身黒で、かわいい、オセロ行ってまいります。行ってまいります。みちはこうやってヘアメイクさんのこうやって体までヘアメイクしてもらってるんですけど、なんとお車でお別れしたら最後日本でマネージャーさんとメイクさんとお別れです。そうなんです。なのでまた日本で寂しい、なんか変な感じ、なんか現地集合現地解散みたいな感じでみんなそれおのおの働きに来たって感じで僕たちもね、ショーを見終わったらもうそのままちょっと僕は買い物をして1時間ぐらいそのまま飛行機乗っちゃおうかな。帰って即日 TGC というスケジューリングになっております。そうだね、日本に帰ってもちょっとなんかファッションウィーク続いてる感じ、ちょっとなんかでもテンション上がるかも、ね、ちょっとね、実は私は結構終わっちゃうの寂しいんですよ。まだパリも賑わってるし、確かにそうだね、お買い物も終わったって言ったら終わってるけど、私はそこの私欲の妖怪なので、本当にもっともっといっぱい行きたい。そう、昨日とかも吉野ヘアメイク1時間空いたって聞いて、急いで走って買い物行ってたから、ね、びっくりしちゃった。帰って言われたらまだ行けるので。パリって買い物したいの？まだ、え、買い物もしたいし観光もしたいし散歩もしたい。もう街が素敵すぎて、あ、昨日結構なんか目的地を設定してなくて、結構なんか街ブラ古着巡りみたいなのやったんだけど、うん、目的地たどり着けなかったけど、それでもすごい楽しかった。あー、楽しかった。なんか調べたところに行く途中でいろんな古着屋さんがあって、なんか適当に入ったりして、本当に楽しい。パリはご飯も美味しいし、確かに難しくない、結構初心者向けって感じで、本当歩いてるだけで幸福感得れるし、うんうん、